絡いただいていてることなんですけど、まあ、山が来ましょうか、福井さん。来ましょうか、福井さん。やるか。あの別に、ドホームってわけじゃないですかね。初めましての方ほとんどですからね。俺めっちゃホームだな。存じ上げておりますけど、そんな感じで、お騒がせいたしました。最後、ガツンと、見せていただきましょう。福井大輔です、どうぞ。ただいまご紹介いただきました、エントリーナンバー5番天国から来ました福井大輔でございます。短い時間ですが最後までよろしく。たとえ何一つ手にすることがなくても、本気で誰かに愛されたことがあるかい。求めるもの全て与えられたことあるかい。たとえそれを何かと引き換えにしたとしても、 Shadow in the light、 光の中の暗闇に人は誰も気づかずに生きてく。 Shadow in the light、日曜の夜、愛し合う恋人たち、男は女を力の限り抱きしめる、女は優しく男を加え込む。その時二人には明日が見えなくなる、その時二人から過去が消えてなくなる。ただ一瞬のまろゆい光に目をくらみ、Shadow in the light、 光の中の暗闇に人は誰も気づかずに生きてく。 Shadow in the light、 Shadow in the light、 Shadow in the light。 本気で誰かを愛したことがあるかい。本気で誰かに愛されたことがあるかい。光の中の暗闇に気づきもしないまま、 Shadow in the light、 光の中の暗闇に人は誰も気づかずに生きてく。 Shadow in the light、 Shadow in the light、 Shadow in the light。主催者&司会の福井大輔とは別人、シンガーソングライターの福井でございます。今日はですね、まあ、ほとんどの人が全員誰も分かっていないと思いますけど、僕はとっても重要な、僕がライブをするにあたってとっても重要なものをですね、僕は家に忘れてきてしまいました。一体それは何か、当てた人には、何しよう、何かあげる、あ、ピックあげる、
街の明かりが映し出す君の横顔微笑み、少し酔っているみたい、繋いだ指と指絡ませて、君の心はどこにあるの、君の瞳は誰を見つめてるの、君が遠くなる、君が見えなくなる、二人でいても寂しくなる、君はこの都会の片隅に舞い降りたエンジェル、せめて今夜だけは僕のためだけに輝いてよ、また一人生きてゆく最後の夜に、あの古いバーで出会いと別れの乾杯をしよう、君はこの都会の片隅で出会った僕のエンジェル、せめて今夜だけは僕のためだけに輝いてよ、君はこの都会の片隅で出会った僕のAngel僕だけの Angel。その明かりが見える海辺
幾度となくこんな夜を君と過ごした。無邪気な笑顔見てたら胸の奥から誰かの声がかすかに聞こえた。君に恋していると。許された、そういった時代がございました。
チューニングという曲を聴いてもらいました。どうもありがとうございます。そういう歌なんですから、聴いてください。アナザードリーもう一つ。今日も地下鉄の駅へと歩く、疲れた体引きずり、疲れた心はポケットの中、わずかばかりの慰め求めて明日を待っている。ただ一つだけの愛を何かに置き換えては、君のことが気にかかる、君のことを見ていたい。冷たい雨が君の肩を打つ、そんな夜は君を守りたいよ。雨が涙に変わらぬように、誰かに君が連れ去られてゆく、そんな夢を。僕に振り向いてくれるかい、ほんの少しだけでいいから、君のことを見つめてる。
のことを愛してる。僕はあの去年の暮れに、CD を新しいアルバムを発売しました。これはあの前出してたアルバムはねインディーズではあるんですが、とあるレーベルから出していたんで、今回はね初めてあの自主制作ということでねアルバムを発売しました。どんなアルバムかというとですね、これは僕はあの2012年に列車でアメリカ大陸を横断するというそういった旅をしました。その旅の、気候ですね、アメリカ気候みたいな、その旅の途中で見た風景とか、旅の途中で、作った歌、そして帰ってきてね、いろいろこう思い出しながら作った歌とかね、そういった、アメリカを旅した、そんな、アメリカ気候みたいな歌を、集めた、アルバムを発売しました。今日はあの、ね、あの在庫全部持ってきてるんで、よかったらあのこればっかりに、在庫全部、本当にあのあ、これは嘘じゃありません。本当に在庫全部持ってきたんです。もう残り少ないんです。十分に持ってきました。もしね、あの興味のある人よかったらね、買って聴いてください。ライブでもね、いつもやってる曲とかも入っています。これはね、大阪の、南風というバンドがいるんですけど、そのバンドと一緒にね、作りました。なので、ロックバージョンのね、よかったら、聞いてもらいたいと思います。僕はそこには置いていません。ひそやかに持って、ね、隠し持ってるんで、声をかけてもらえればあのカバンの中からこっそり出して裏口かどうかこう渡してしますので裏口ねえやね、ここねなわけでございましてですね、ライブ告知はですね、名古屋でやるライブは、来月の25日境にありますムジカっていうライブハウスでねライブをやります。それ以外に僕は、今年に入ってから、とある、若手の女性シンガーと一緒に2人でですね旅回りをしています。その旅が、来月の、いつ9、10だったかな、これ僕らあの修学旅行ツアーと呼んでいます。奈良と京都に行ってまいります。奈良で、ね、その、ライブの、ね、直前に到着すればいいかなみたいな感じで喋ってたんですけども、その相方がどうしても鹿に餌をやりたいっていうんでね早いうちから奈良に入って鹿に餌をやります。一緒にあの鹿に餌やりたい人よかったら一緒に行きましょう。鹿せんべい持ってみんなであの奈良公園に遊びに行きます。そんなツアーって何しに行くのかよく分かりません。あのちゃんとライブをしに行きますからね。その前にどうしても鹿に餌をやりたいっていうね言ってるその姿が目に浮かぶだろう あとはですね、夏に今九州山陽のツアーとかいろいろ決まってます。またね、どこか名古屋じゃなし違う町でばったり会っちゃったら面白いんでね、これね、よかったらこっそりスケジュール調べてその町に待ち伏せしてるとかね、そういったこともありですからね。そういうこと大歓迎楽しく旅をしましょう。そんなわけでですね、あ、そうだ、ここからはちょっと主催者福井大輔の、告知でございます。ミーティングオブ GA ネクスト、今日は11ですけどもね、12がですね、もう決まっています。12回目のミーティングオブ GA ネクストがですね、9月の20日に、またこちらの方で見ます。会場はこちらです。会場はここですよ。はい、今日はね、もうピン芸人だけの、
しかもフレッシュな顔ぶれでお送りしましたが、次回は、バンドばっかりになりそうな感じなんですよ、ね。もうすでに 3組決まってるんですが、それ全部バンドなんですよ。なので大変だなみたいなね、主催者大変、司会者大変みたいな感じでございますけど、もしよかったらまたね、こちらにこういう話を運んでください。会場はここです。はい、お名前でございまして、じゃ最後になりました。最後ぐらいは、ね、中西、若いのに負けてらんないね、下から突き上げてくるんだろ、ね、これもちょっと賑やかな曲で終わりたいと思います。スローウォーキンという曲を聴いてください。どうもありがとう、福井大輔でした。
初めての人にお説明いたします。このウォー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 というのは皆様のパートでございます。皆様に歌っていただかないとこの曲は完結いたしません。この曲が完結しないということはこのイベントも終わりません。イベントが終わらないということは皆様帰れません。さあ、これね、何度もやってくれてる人は中心になってやってくださいよ。分かってるかな。じゃあ待って、あそこのカウンターのお兄さんが見本を見せてくれる。ウォーとウォーだね。もう何年もやってるから大丈夫だね。ワンツーワンツーサンヘイ。一緒にやってもらえるわけです。ウォーとウォーですからね。ワン、ツー、ワン、ツー、サン、はい。まず1曲目、もう一度チューニング。なんか照明がなんかなってたもんね。あ、そう、曲なんね。曲の途中で余計なことちゃう。どうもありがとう。チューニングという曲でした。事情のそのことを
はね、まあ、知ってる人もいると思いますが、森島美育という女性とね、回っております。毎回そのツアーでは、俺のセットの最後に、彼女と2人でね、歌うコーナーというかね、歌う曲があるんです。その曲をね、久しぶりに今日は一人で歌ってみようかなというね。もともとこのアルバムに入っています、僕の新しいアルバムにね。そのアルバムには、ニューヨークで、初めてこの歌を、向こうで作って向こうのライブで初めてこの、ね、披露したんですが、その時の模様をね、ライブバージョンのニューヨークシティ、ライブニューヨークシティということで、アルバムに収録してあります。いろんな街でいろんな人と出会って、そしてまた次の街で旅をしていく、そんな、人たちに対する、感謝の気持ちを込めて作った歌です。サンキューという歌を最後に歌いたいと思います。どうもありがとう。最近これ半分しか歌ってないからね、二人で歌ってるから。彼女のパート覚えてるかこれ。わずかなひととき、とても楽しかったよ。いつまでも忘れないよ。君の無邪気な笑顔、風になびく長い髪、とても素敵だったよ。いつまでも忘れないよ。明日になれば僕はまた次の街へと旅立つけど、さよならなんて悲しすぎるから、代わりにこの言葉を置いてゆくよ。ありがとう、一人の夜は寂しい。
すぎるからやめにこの言葉を抱いてゆくよ。ありがとう、ありがとう、君の優しさ、愛を。ありがとう、君と過ごした時間が僕を懐かしい気持ちにさせたよ。君と出会えて本当に良かった。何度でもこの言葉を伝えてゆくよ。そんなわけでございまして、司会でございます。はい、ミーティングオブジエ、ネクスト、ボリューム11、これにて終了したいと思います。本当にね、今日は、ご本日いただいた方、本当にありがとうございました。失礼いたします。また次回、ボリューム12、お会いしましょう。皆さんどうもありがとう。